ケーフェルダーはアメリカ合衆国ミシガン州デトロイト出身のバスケットボール選手。ポジションは PG。地元デトロイトの高校時代はミシガン州の最優秀選手に選出されるなど注目される存在だった。大学はアメリカ中西部で構成されるホライゾンリーグと呼ばれるカンファレンスに所属するオークランド大学に進学。 一年生時の2013から14シーズンに同カンファレンスのフレッシュマン賞を受賞したフェルダーは年々数字を伸ばし、三年生の2015から16シーズンは平均24、4得点に加え、平均アシストは NCWA 全カンファレンスでも最高の9、3アシストを記録し、カンファレンスの最優秀選手に選出された。フェルダーは四年生はプレーせず、 2016年4月に2016年の NBA ドラフトにアーリーエントリーを表明。54位でアトランタホークスから指名された後、ドラフト開催日当日に交渉権がクリーブランドキャバリアーズに移動。8月6日にキャバリアーズと3年契約を結んだ。NBA1 年目のシーズンは42試合で起用されたものの、プレーオフでは不出場で終了。 さらにシーズンオフには、デリック・ローズやアイザイア・トーマスなどを獲得したこともあり、2017年10月14日にホークスに放出されて解雇。16日にシカゴ・ブルズがウェイバーでフェルダーを獲得したと発表した。2017年12月19日、ブルズから解雇された。2018年1月15日、デトロイト・ピストンズとツーウェイ契約を結んだ。ありがとうございます。